こんにちは、快適アートです。今回はラジオというリクエストをいただいて防災ラジオを書いてみました。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、筆ペン、彩色筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。それでは筆ペンで線画を描いていきます。まずは床面に設置しているところから描いていきます。直線を描いて、それと平行にまた上の線を描いていきます。次は垂直の線です。今回描いているのは四角い箱のような形のラジオです。細かいディテールもあるんですが、最初は大まかな形から描いていきます。4面が見えているので、そこの面の切り替わりの線を描いています。向こう側の奥行きを描き足していきます。これも先ほど描いた線と平行になることがポイントです。奥側の線も紙の縦のラインと平行に描いていきます。次にディテールをどんどん描き込んでいきます。ラジオの正面側に書いてある文字やスイッチなどを描いていきます。人工物を描くときは、大まかな大きな形を描いてから、こういう細かいところを描いていきます。初めに描いた直方体の線と平行なところがあると思いますので、そういうところをしっかり平行を取りながら描いていくのがポイントです。文字なんかは大きなものだけはしっかり文字として描いて、他の部分は点々で示していきます。細かい文字をきっちり描いて整合性を取っていくのは難しいんですが、こんな風に点々とここに文字が書いてありますよというくらいで省略して書いておくと、遠目に見た時は文字があるように見えて、ささっと書く絵手紙くらいの絵でしたら、こういう風に点で書いた方が簡単でリアルに見えると思います。ここにはスイッチがついています。スイッチの上にまた文字が書いてあります。これも点々と文字が書いてある部分に点を打つような感じで書いていきます。ぼんやり見て、なんとなくこんな形だなと思う程度で点の形を調整しています。次にスピーカーの部分を描いていきます。スピーカーの真ん中の部分だけが少し色が濃くなっているので、線画ではこの部分だけに点を打っていきます。丸い形を点で描いてから、その中側の部分をまた点で埋めていきます。点と点の距離がだいたい同じになるように意識しながら点を打っていきます。次に側面にあるディテールを描いていきます。防災ラジオは多機能ラジオとも呼ばれていて、ここにはライトがついていたり、 USB 端子の差し込み口がついていたりします。非常時にはここで携帯を充電したりできるということです。上側にもスイッチがついていたので描いていきます。次に奥側に収納されているハンドルを少しだけ上にしているので、そのハンドルを描いていきます。ハンドルがついていて、回すと発電できる仕組みになっています。電池がなくてもその場で発電して使えるので安心です。このチャンネルの絵手紙やイラストは全て私のオリジナル作品ですので、動画を参考にして模写やアレンジを自由に楽しんでください。気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は上側にアンテナを出すと見切れてしまうんですが、ここら辺にアンテナが収納されています。こちら側にはストラップがついているので、それを描いていきます。紐の部分は筆をギュッと押さえて一筆で描いています。ところどころ形を修正しています。最後に地面の部分に設置しているところだけ線画を太くしておきます。影をイメージしてここの線を太くしています。次に彩色筆で着彩していきます。まずは紫と黄土を混色して紫みのグレーを作ります。水を加えてかなり淡い色味にしています。皿の縁でよく水気を切って塗っていきます。こんな感じの薄い色味です。
点を打ってスピーカーを表現していきます。できるだけこれも均等になるような感覚で点を打っていきます。ここの部分はよく見ると細かい格子状になっているんですが、今回は省略して陰影の調子のみを乗せていくような感じで描いてみました。線画で点を打っておいたところにも重ねて影の色を入れていきます。同じ影の色味で側面側を塗っていきます。直方体の形なので前側には光が当たっていて奥の方が陰っています。次に色のついた部分に着彩していきます。浅葱色と紫を混色して青色を作りました。水を加えてかなり淡い色味にしています。色付きのパーツの部分に塗っていきます。次に黒を使います。こちらも薄めの色味で筆に取ります。つるっとしていて少し反射があるような感じだったので写り込みで暗くなっているところを塗っておきます。あまり絵を描くときに影の色で黒は使わないんですが、工業製品の場合は黒を使った方が硬いイメージになるので黒を使っています。次に紅を使います。髪が透ける程度の色味です。チャンネルを変える部分に塗っています。影の色味でハンドルの部分も影をつけておきました。床の影も影の色味をベースに塗っていきます。正面から光が当たっている感じですので後ろ側に影ができています。次に本藍を取ります。薄めの色味です。ラジオに近いところににじませていきます。色の境界が目立つところは水をつけた筆でなじませていきます。こんな感じで完成しました。備えあれば憂いなし防災ラジオと書きました。今回はラジオというリクエストをいただいていたので、どんなラジオがいいかなと思っていろいろ探してみたんですが、いろんな種類があってすごく悩んでしまったので、今回は家にあった防災ラジオを書くことにしました。スピーカーがあって、メーターのようなチャンネルを変える部分があって、あとは細かいディテールがあるというところで、だいたいどんなラジオでもこういうのはあるかなと思ったので、応用して家にあるラジオを書いていただければなと思います。今回のポイントは人工物の書き方です。一つ目のポイントは全体的な大枠から描いていくことです。今回は薄っぺらい直方体のような形でした。二つ目のポイントは水平な線や垂直な線は紙の縦横と平行に描いていくことです。これは特に床面に置いてあるものを自然な状態で描くという時に使うテクニックです。今回は机に置いた状態の四角いラジオなので垂直な線があります。この地面から垂直な線というのは紙の縦のラインと平行になるので、それを意識して描いていくのがポイントです。3つ目のポイントは細かすぎるものは程よく省略して描くことです。今回の場合だと細かすぎる文字やスピーカーの格子状のところなんかはかなり省略して描いています。絵手紙は結構小さめの絵ですので、きっちり描いてしまうと線が多くなったりしてしまって印象が変わることがあります。きっちり全てを描くのも大切なことなんですが、そのものらしさが伝わるように省略して描くのも手だと思います。ご感想、ご意見、リクエストがありましたらコメント欄でお待ちしております。快適アートのツイッター、インスタグラムをフォローよろしくお願いします。ハッシュタグ快適絵手紙のタグで皆さんの絵も共有してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。